続きまして登場したのはグランプリボスです。2010年 JRA 最優秀2歳馬は朝日フューチャリティステークス、 NHK マイルカップ、 G1 2勝 G2 3勝の重賞5勝馬の登場です。本日はモズアスコと同様に現役時代本馬を管理なさっていました矢作義人調教師がいらっしゃるので、グランプリボスにもぜひぜひ熱烈な応援メッセージを頂戴したいと思います。先生よろしくお願いします。よろしくお願いします。再びお願いします。グランプリボス、正直、最初の頃産駒成績がもう一つで、皆さんあまりいいイメージを持たれてないのかなと思うんですけども、最近になってようやく産駒たちが非常に走り出してくれまして、特に芝でも、いいんですけども、ダートの短距離に特化したスピードっていうのが、売りになってきたんではないかと思います。現役時代もNHK マイルを勝った時、あるいは安田記念でジャスタウェイの花差2着だった時、非常に状態が良くなくて、自信がなかったんですけども、そういう時に激走するようなタイプで、とても意外性のある馬でした。何か意外性のある大物を一発出してくれるんではないかと期待していますし、ダートの短距離ということで、この、スタートの先輩であるサウスビグラスのようなイメージで、考えています。皆さん応援よろしくお願いいたします。ありがとうございました。矢作先生ありがとうございました。では改めましてグランプリボスのご紹介を、補足ということで付け足したいと思います。父は桜爆心王、母はロージーミスト、母の父はサンデーサイレンス、今年で13歳になりました。これまで3世代がデビューし、初年度産駒は5歳、タレ付け料は受胎条件の50万円です。先生が先ほどおっしゃってたように、産駒の活躍が年々、上昇しています。昨年は、リーチが北海道イノセントカップ、南関東では、鎌倉記念を勝利しました。また龍の信玄が岩手競馬にて感激賞、そして年明けの金牌と重賞2連勝中、通算4勝目と大活躍しています。また中央では昨年12勝と多数の2勝馬も輩出しました。先生が先ほどおっしゃってたように、ダートが得意な産駒が目立つ一方で、ボズ流れ星のような芝の中距離でも結果を出す産駒が登場し、志望馬としての可能性がどんどん広がっています。父桜爆心王の最高傑作として、父に負けない産駒の誕生を祈っております。グランプリボスの種付け料は受胎確認後50万円です。グランプリボスをよろしくお願いします。ありがとうございました。